昨年の9月21日、今から1年前にリトープスの種を150種類ぐらい、それで種をまいてみたわけですが、今こんな状態です。これを植え替えたいと思います。では植え替えをやってみたいと思います。用土です。リトープスの微小っていうのは非常に水を好むというか、あんまり根を乾かすわけにいかないので、市販の培養土4、バーミキューライト2、腐葉土2、赤玉土、これはもうみじんで落ちた細かいやつですね、これを2としてマグアンプ系を少々という形になります。これ以外の用土であってもおそらくそんなに問題はないと思います。ただし肥料分があんまり多いと軟弱に育ってしまう可能性があるので、そこだけ留意してください。だいたい粒の大きさはちっちゃめに育つので、こんな感じ、もう非常に細かいですね。普通の多肉植物の用土、鉢はもう一品種ずつ一鉢、もう品種が混ざるのもどうしようもなくなってしまうんで、今回は全部ダウン鉢、素焼き鉢の一種ダウン鉢を使います。で、鉢底に網を引いて、で今回はあのガラ土、ゴロ土っていうか排水良くする必要はあんまりないんで、普通にこの用土を入れます。8分目ぐらい、この土ですね、ここのぐらいまで土を入れてくれればいいと思います。ちょっと軽く押さえてこんな感じです。未生内ですね、もう訳が分かんなくなってますけど、ではやってみましょう。土はこのようにちょっと湿ってる感じにしておきます。リトープスは根が乾くと発根しにくいので、ちっちゃい苗は特にそうなので、軽く根を乾かさないように植え替えます。では植えてみます。根をそのまま植えますが、植え穴をあらかじめ開けておいて、すっぽり入るような感じでそれを入れて軽く埋め戻しする。だから移植というよりは置くという、このように品種を間違えないようにそっと抜いて傷めないように取ります。こんな感じでそれをそのまま植えます。はい、このようにリトープスは直根がすごく伸びるんで、この直根をそのまま生かして植えます。はい、こんな感じです。綺麗に植え終わりましたね。これに化粧砂をして仕上げとなります。化粧砂はこのような小砂利あるいは赤玉土らを使います。このように植物がひっくり返らないような感じで赤玉土を引いていきます。なくてもいいんですけど、どうしてもリトープスっていうのは浅植えになりがちなんで、やってる人が多いようです。で、砂利でもいいんですけど、植物の地際を傷めてしまうという場合があるので、赤玉土を使う人もいます。はい、完成です。はい、植え替え終わりました。こんな感じです。いや、美しいですね、リトープス。さあ、リトープスどんな風に生育するか、また見てみたいと思います。またねー。